はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。皆さん、服屋さんで服って買いますかね？はい。ちょっと自分は毎回なんか、アルプラザとかの中で買ってるんですけど、今回こちら、ジャーニートゥーマーズという、はい、なんかブランド品みたいな名前をしている、このコースから、4レース、はい、やっていきたいと思います。行きましょう。はい、第1レース目は、ジャーニートゥーマーズです。なんかすごい、プラレールみたいな感じですね、これ。ちょっとなんか、プラレールみたいなところ、はい、なんか進むみたいですね、これは。やっていきましょう。ちょっとこれはタカラトミーが作ったんでしょうか、このステージは。はい、ちょっとちょっとなんか下にムギムギみたいなんがありますけど、はい、ちょムギムギの上に落ちてしまいましたね、これは。次こ両方いけるみたいですね、これ。はい、ちょっとなんか両方から行って出会い系サイトになるみたいですね。はい、ちょっと合流してそこで出会い系になるみたいです。で、ここでこう来て、次右ですね。はい。ちょっとこのプラレールに沿って行きましょう。はい。ちょっとなんか人生の進路みたいですけど、これ。違いましたね。ちょっと進路間違えましたね、これは。ちょっとイエーイ、ベイビーっていう。はい。思いっきり太ってる方がいました。ちょっと、もうちょっとダイエットをしていただきたいですね、あの方には。はい。で、このキノコが、はい。ちょっと、このキノコがなんか、普通のプレイルームとかにありそうなキノコですよね、これ。はい。ちょっとよ、こっちからまた行きましょう。はい。3周目は反対側行きます。ちょ、この辺りなんか、ミックスベジタブルみたいな色してますね、道路が。はい。痛いです、ちょっとなんか、当て逃げしましたね、あの方。ちょっとじゃあ圧縮しましょう。はい。ちょっと、今ので動画エンコードしました。はい。ちょっとルイージ邪魔ですね、これは。で、このステージなかなかに、はい、楽しいですね。ちょ、右には星食べようも浮かんでたんで、はい。ちょっと星食べようがあったり、プレイルームがあったりと、いろいろ、すごいですけど、じゃ右行きましょう。はい。あ、この辺りはなんか、流れていないプールみたいな色してますね、これ。はい。ちょっと流れていないプールの方から行った方が、なんか早かったですね、さっき。はい。これなんか行けるんじゃないでしょうか。こうやって、罠でした。罠でしたね、ちょっと。はい。ちょっと制作者思いっきり今にやけてますね、もう。はい。しめしめって今夜の、飯うまいわっていう感じになってそうですけど。はい、なんとか、まあ、3位で終われたんでいいでしょう。ちょっとこれ全部が、はい、ほんと麦麦が、なんか埋め尽くされてるんで、ちょっと牛乳かけたいですね、これは。それでは、あと3レースやっていきたいと思います。はい、第2レース目は、スカイラインアベニューというところです。なんか今会社のオフィス内みたいなところでしたね。はい。ちょっとなんか会社の入り口みたいなところがありましたけど。はい、やっていきましょう。ちょっとなんかここは色がないですね。はい。ちょっと停電してるんでしょうか、これは。ちょっと節電してますね、この街。はい。ちょっとものすごい関西電力によって節電されてますけど、ちょっとやっていきましょう。じゃあまたラウンド1しましょう。はい。もはや落ちましたけどね。はい。はい、この辺りが、ちょっと痛いです。ちょっと待ってくださいね。こうカラオケボックスみたいなんがありますね、左。はい。ちょっとここでカラオケしてるんでしょうか。ちょっと朝テンション乗らないときは、会社の入り口で歌えますよみたいな感じで。はい。ちょっと会社の入り口にカラオケボックス置いて、社員を元気づけさそうとしてますね、これは。はい。これは、こっち行きましょう。
はい、ちょっとろ過装置みたいな金網があります。これはまたまたなんか理科の実験できそうな金網ですね。これは次こう右ですね。はい、で OK です。ちょっと楽しいですねこのステージは。はい、ちょかなり節電されてますけど、ちょもうちょっと電気使ってもいいんじゃないかなって思うんですけどね、これは。はい、ちょ もはや会社よりも周りの家の方が電気使っているという、はい、住民に呼びかけないといけない感じですけど、これは。でここ、こうも使いましょう。はい、トゲゾーはもう来たら来たでいいでしょう。ちょっとこの辺りはカラオケボックスなんで、はい、ちょっとお静かにしましょう。ちょっと誰かが一人カラオケとかしてストレス発散してそうなんで、はい。で次またここですね。はい、またろ過装置です。この辺りなんか上がなんか光線撒き散らしてますねこれ。はい、右のビルから放射能出てましたけど今。これこっち行ったら乗り越えれるんかなって思ったら無理でしたね。はい、でこれでファイナルですね。はい、ちょっとなんか警備員さんになったみたいですねこれ。はい、夜の会社内を見回りに来ている警備員さんになったみたいですけど、でこっち左にこう来て、はい、あんまりあそこスピード出したらあイケポチャしてしまうんで、はい、イケポチャしないようにしましょう。こっち行ったらどうなるんですかね。ちょっと待ってください。こっちですかね。ちょっと協定みたいなボートがはい、あそこは完全になんか漁港でしたね。はい、ちょっと漁師専用通路でした。あそこはちょっと漁師の免許持ってる人しかあそこは行けなかったみたいです。ちょっともう大型トラックの免許だけでは無理だったみたいです。じゃあちょっとかなり遅れ取ってしまったんで、はい、ちょっとこの上で思いっきりビカ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 と、はい、ちょっと節電してるなら自分で電気作ればいいじゃないとかいうような感じで、ちょっと雷雲出ましたね。はい、やりました。ちょっとかなりむせてしまいましたけど、はい、ちょっとあまりにも急な展開でもうむせましたけど、なんとかまた3位ですねこれは。はい、ちょっと今の雷をこの家に分けていただきたいですけど、それではあと2レースやっていきたいと思います。はい、第3レース目はスペースシティです。今なんか万華鏡みたいなのがありましたね。はい、ちょっとすごいですけど、はい、ちょっとなんか左と右でなんか炎の壁画がありますねこれは。はい、ちょっとなんなちょっといきなり市民プールの中に落ちてしまいましたねこれは。はい、ちょっといきなり市民プール、おお、すごいですねこれ。ちょっとなんか阪神高速道路通ってるみたいですねこれ。はい、ちょっとこれトンネルの中通ってるみたいですけど、ちょっとあそこ気持ちいいよ、危ないですちょっと、はい、危なくなったんで特急列車使いましたこれは。で次なんかすごそうですね前、ちょっとおおでここで万華鏡になるみたいですね。はい、ちょっとなんか下で思いっきりなんかアリの行列みたいな感じになってますけど下が、はい、ちょものすごい巨大なアリの行列ができてますね下の通路で。はい、でここでこう来れば OK ですね。はい、ちょっとなんかこっちの方が電気使ってますね。はい、ちょっともしかしたらこのコースに全部電気吸い取られたんじゃないでしょうかさっきのコース。はい、ちょっとすべてこっちに持ってかれましたね電気を。はい、危ないです危ないですちょっとフラダンス踊っていたサンボがいたんで、はい、避けていきました。次どっちでしょう、
おおちょっと今のマリオもめまおえいすいません、ちょっとかなり変な声ばっか出てますけど、もうマリオ頭ん中ごっちゃごちゃですね今。はい、ちょっともうわけわかんない状況になってますけど、ちょっとこの後病院行って CT 撮ってもらわないと。はい、ちょっと頭ん中なんかおできできてそうですねこれは。もうあんだけ頭揺らされたら、はい、もう病気になりそうですけど。あ、右でしたねこれは。はい、さっきもミスりましたねこれは。あちょっとすいません、戻ってましたこれは。はい、こうですね。はい、ここはずっとこうぐるんぐるんなればよかったみたいです。今なんか下も通路ありましたねそういえば。はい、ちょっとまた次行ってみましょう。でまたこのアリの行列みたいな通路を通って、はい、来ましたね下が。今若干地球ありましたよね。はい、ちょっとなんか地球がなんか思いっきりアリの行列によって、はい、ちょっと征服されようとしてますけどこれは。じゃあこう来て、はい、またここまた電気メモリー使ってますけど、はい、ちょっと前に森永ミルクキャラメルみたいな建物がありますこれは。はい、全てがミルクキャラメルでできてそうな建物がありますけど、ここ入りましょう。はい、フラダンスを倒しました。で、つい右でしたね。あ、こうか。こうでしたね。はい。で、で、上上がれば、OK みたいですね。はい、OK です。で、この辺りはまた、はい、なんか炎の壁画があるんで、ちょっとほんとこのステージに電気すべて持ってかれましたね、これは。はい。ちょっとかなりすごいことなってますけど、今回やっと1位取れました。はい、それではあと1レースやっていきたいと思います。はい、ファイナルレースは GC クッパキャッスルです。チーンって言いましたねちょっと。はい、なんか俺がコース紹介してチーンって言いました。ちょっとなんかもうちょっとコース紹介ひねれやみたいな感じで、はい、ちょっとなんか怒られたみたいでしたけど今。でやっていきましょう。ちょっとチンチンうるさいですねこれ。はい、ちょっとどんだけ鳴ってんでしょうかこれは。ちょっとなんか除夜の鐘鳴らしてますねこれは。はい、もう大晦日なんでしょうかここは。ちょっとまさかのクッパ城で、はい、除夜の鐘を鳴らしまくってます。ちょっとなんか今ジャニーズのカウントダウン TV とかやってそうですけど、はい、コンサートとかやってそうですねこれは。じゃあやっていきましょう。ファイナルなんで、はい、また1位で終わりましょうか。ここのコース痛いです。ちょっとここのコースは知ってるんで、はい、もう行けます。またここ U ターンですね。はい、ちょっとこれ U ターン禁止のマークついてたらもう死にますけど、はい、でこっちこう来て、はい、 OK ですね。ちょマグニチュード 7.0 の大地震が起こりました。危ないです。ちょっと思いっきりなんかビッグタコ焼き投げてきましたねこれは。はい、じゃあまたクッパが口開けて、はい、歯の治療してもらおうとしてるんで中入っていきましょう。ちょっと原爆来ましたねこれは。はい、ちょっと被爆しましたけど、さてやっていきましょう。ちょっと今の爆発でかなりの放射能飛び立ってそうですけど、はい、これはまた出ましたね。はい、ちょっと思いっきりトマトの個体化したようなやつが出ました。ちょ、また来ましたねこれは。はい、痛いですもう。なんかいろいろひどい。ちょっと待ってください。おい待ってください、ちょっと待ってくださいね。
なんか炎と社交ダンスパーティーしましたね、今。はい。ちょっと圧倒的にもてあそばれましたけど、今。ちょっと今のでマリオミディアムぐらいに焼けたんじゃないでしょうか。はい。じゃあ行きましょう。ちょっともう焼きバナナ作っていただきたいですね、これは。はい。よいしょ。OK じゃなかったです。まずいですね。ちょっとまたビッグたこ焼き投げてきているんで、はい、避けていきましょう。はい、じゃあこれは、ここで使っちゃいましょうか。はい。ちょサンダー来るのも怖いんで、サンダーが来る前に使いましょう。さて、ファイナルレースです。あ、ラップですね。もうレースはレースでした。じゃあちょっとまたこのバージンロード、はい、こうやって進んでいきましょう。さて、毎回これ、垣根だって聞こえるんですよね。はい。さて、なんか変なこと言ったら、思いっきり散々な目に遭わされましたね、これは。じゃあちょっとまたシャルウィダンスって言われる前に、はい、ちょっと避けていきましょう。シャルウィダンスって言われる前に、I don't know って言いましょう。で、次またここ U ターン禁止ですけども、U ターンしましょう。はい。ちょ、矢印怒ってますけど、気にせず行きましょう。はい。お前 U ターンすんなやって矢印怒ってましたけど、もう構わずに、はい、U ターンしていきましょう。で、ぜひこの辺りで、焼きバナナ作ってもらいましょう。はい。またマグニチュード 7.0 来ましたね、これは。で、ここ、あと左行ったら、はい、OK です。ちょっと野菜生活が吹き出てましたけど、はい。なんとか1位でゴールしました。OK です。また来ましたね、被爆。はい。ちょっとどんだけここ放射能飛び交ってんでしょうかという感じですけど、今回は、ここで終わらせていただきたいと思います。それでは、ここまで見てくれてありがとうございました。さよなら。チャンネル登録をすると、僕の動画がアップされた時に、探す時間をかけずに、瞬時に見ることができます。肝心の登録方法は、パソコンで見ている方は、画面上に出てる、このチャンネル登録というボタンを押してください。で、スマートフォン、タブレットで見ている方は、この動画タイトル下の、チャンネル登録と書いてある、赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。